あと100キロ走行するために14キロあったわっていう話になりますから、なんか今飛び石がすげえ音しましたけど大丈夫かな。怪しいね今の音は。大丈夫？大丈夫か？はい、まあということでですね、まあこうやってまあこう剥がしてみるとね、まあ非常にねこう開放的なですね、はい、こう景色をねまあ望めるということになり、ん？え？嘘？割れてんやん。秘宝です。嘘でしょ？この車ですね、納車したのが9月の9日金曜日で、今ですね月曜日なんですけど、え？嘘でしょ？割れてんやん。割れてんやん。フロントガラス割れてる。ちょっと待って。結構行ってるし。飛び石これさこれ皆さん覚えてる？そういえばすっかり忘れてましたけど、確かあれって1000キロチャレンジか航続距離テストかどっちか、1000キロチャレンジの時だったと思いますけど、確かあれ1000キロチャレンジで途中で行きのどっかのタイミングでなんかすげえ音がしたの覚えてますか？確かあれって僕動画回してたんで、多分なんか今すげえ音したみたいなことを多分ね動画で撮れてるかもしれないんですけど、うわー、金土日月だから実際には昨日か、あの昨日、まあ、なんで納車2日目にしてですね、あのフロントガラス飛び石に会いましたね。こんなことある？こんなことあります？奇跡でしょ。まあ、確かに走行距離はまあ2000キロ近く走ってんですよ。もうほら1909キロとかね走ってますから、まあさ、確かに飛び石に合うリスクありますけど、多分今その箇所を多分動画多分貼り付けてるかもしれないんですけど、14キロあったわっていう話になりますから、14キロあったわっていう話になりますから、確かあれって前の車が飛ばしてきたんじゃなくて、あれ前車いなかったんですよ。確かあれって左かなんかに、左斜め前ぐらいに大型トラックがなんかいて、それを通過してる時に、なんかバチンってすっげえ音がしたんですよ。で、うわーっと思って、多分ボディーかなんか行っちゃってんのかなと思ってたら、違ったっていうね。飛び石でした。うわー。しかも、なんか、いや気づかなかった。夜のうちだから気づかなかったですけど、これね、なんか伸びてるよ、絶対これ。明らかに。だってこんな伸びてたら、だって気づいてるもん。うわー、これやばい。これ早く修理しないと大変なことになるわ。でもモデル Y とか、これだって修理の部品とかないんじゃないの今日本に。だって今、だって納車2日3日目で修理するなんて車ないじゃないですか。だから、そう、修理の部品とか多分本当に多分ないと思うんですよ。こんなことある？まあ、なので、ちょっとあの、皆さんにはですね、このあの、モデル Y のですね、修理がどうなるか、どういう手続きを踏んでですね、まあ、どういう、あの、その保険のね、その、あの、等級が下がるだとか、まあ、ちょっとそういうところをですね、まあ、ちょっと、あの、報告をしていきたいかなと思います。終わった。マジか。
はい、ということでですね、モデル Y のね、あのフロントガラスにですね、まあ、ひびが入ってから、まあ、およそ1週間経過したのかなっていう感じですね。ようやくですね、まあ、あの修理提携工場の方からですね、あのフロントガラスのですね、部品が手に入ったと。あのね、これ面白いことにフロントガラスは日本にあったそうです。だからまあさすがに、まあ、モデル Y の最初の、まあ、納車っていうことも多分あるんで、まあ、なんかこういう多分初期不良とかがあっても大丈夫なように、なんか全体的な部品がなんかぼちぼちあるっぽいんですよね。まあ、なので今回はですね、日本に部品があったので、まあ、すぐにですね、その工場に、まあ、こう送ってですね、発送して、でもすぐにですね、まあ、修理ができると。でまあ、ちょっと修理の期間とかはよく分かってないんですが、まあ、いずれにしてもですね、あのなんとかですね、あのそんなに日数をこう空けずにですね、まあ、修理することができたというところはね、あのまあ非常に良かったかなと思います。まあ、一方でね、これあれテスラに関してはですね、あの中国に工場がありますから、もしね何かあの部品が必要だと、部品を交換するって話になった時は、まあ、これ残念ですけど、やっぱりね、あのその中国工場から取り寄せるということになりますから、やっぱりリードタイム結構やっぱ時間がかかる。で特にその物によっては本当に1ヶ月とか、やっぱそういうようなところがかかってきたりとか、まあしてしまいますから、まあ、特にねこれテスラはあのまたこれもね、またちょっと別の動画で実はちょっと作る予定だったんですが、やっぱりねそのテスラのその工場が、その中国工場が送ってくる部品が、要するにあんまりいい部品じゃないっていうパターンがあるんですって。だから結局なんか送ってきた部品が違うとか、送ってきた部品がなんかこう粗悪なものなので、要するにそれをちょっともう一回ちょっとちゃんとなんかこう修理部品を修理するじゃないですけど、なんかそういうことをやらないとですね、なんかこうすぐにこう部品を取り付けるみたいな作業ができないらしくて、だからそういうのも含めて時間がかかるわけですよ。まあ、そういうところを含めると、例えばこうレンタカー特約みたいな保険ね、あの皆さん任意保険あると思いますけども、やっぱねレンタカー特約、これねテスラ社必須ですよ。だからその数日で終わるとか、あとは代車貸してくれませんからね、あのディーラーとかがその行為でね、あの国産車だとなんかあの貸してくれるわけですよ。でもそういうのも一切ないですから、やっぱりそういうのを踏まえると、まずねレンタカー特約はもう絶対につけなきゃまずい。だからこれはちょっと一つ押さえておくべきことなのかなと思います。まあ、なのでですね、今ね修理をするために、はい、あのね工場に今向かっていると。あの実はですね、これあの私が入ってる保険はあのレッカー、これもあの無料で付帯してます。まあ、なのであの今回ね別にレッカー使ってもよかったんですけど、まああのなるべくあの早く修理したいということなので、あの早くあのもう私が直接運んじゃうということになります。で今回もですね、まあこの修理の期間はですね、あのレンタカーですねがの特約に入ってますから、まあ、レンタカーを貸与してもらえるということになりますので、まあやっぱりいずれにしてもね、やっぱりねレンタカーはもう必須ですね。もうないともう絶対に困ることなので、まあ、ここはねちゃんとその保険の、まあ、もし入ってない方はですね、まあ、あの見直しをするだとかいうふうなことを、特にねテスラ社を購入されてる方はもう必須かなと思います。まあこれ後で見せますけど、あのやっぱりねあのひびがね、あの日に日に成長しているんですよ。まあ、だからさすがにちょっとね、あの今ちょっと高速はまあ走りましたけど、まあ、なるべくスピードもねちょっとあんまり、まああの渋滞してたんでね、そんなスピードはもちろん出てませんけど、ちょっと控えめにしながらですね、本当雨とか降られてちょっとなんかワイパーとかも大丈夫なのかなみたいな、もうそこもね結構心配だったんですけど、とりあえずねなんとかね、なんとか持ちそうだと、交換までは持ちそうだって感じですが、やっぱりねひびが1週間で成長してると。あのでもねこの間ねほとんど車、あの毎日は乗ってましたけども、本当にあの1日 2,3 キロぐらいしか走行してないんで、 4,5 キロかな、うん、だからまあねなるべくあの車の使用頻度は最小限にしたっていう感じですけども、いやーちょっとね、まあこうなっちゃうとね、やっぱちょっと長距離とかもちろん走行はできませんから、なかなかねちょっと難しいですよね。まあでもやっぱり1週間でこんだけひびが成長するんですね、結構怖いですねやっぱね。多分ね急にビキビキビキって多分来るんですかね、わかんないけど、
それは一番怖いですよね、本当。はい、まあ、ということでですね、修理のね、場所にね、まあ、到着することができたわけですが、まあ、実はですね、今回はですね、ちょっとね、この電費っていうものもちょっと見ていただきたいわけですよ。はい、ちょっと皆さん覚えておいてほしいんですが、まあ、これね、家付近からですね、この、はい、この工場付近までですね、まあ、23キロと、まあ、いうことになって、まあ、33分かってると。まあ、市街地も走行して、ちょっとね、渋滞もありましたから。でですね、まあ、クーラーつけながらですね、もう特に、普通に、ラフに、もう何も考えずに走行したと。それがやった152Wpkmと。皆さんね、ちょっとこの数値を覚えておいてほしいんですよ。ちなみにですよ。これは全然、違いますけども、ちょうどね、はい、そう、今ね、もう納車されて、1週間か。ちょうど1週間で、まあ、2000キロ走行してるわけですが、まあ、167Wpkmと。まあ、これ1000キロチャレンジでね、高速走行ばっかやってますから、まあ、そういうところで考えるとね、まあ、ちょっと電費は悪いと。まあ、だから、こういうラフに、こう、運転すると、まあ、だいたい150から160。この数値が一つの目安になりますので、ねえ、まあ、皆さん覚えてるかわからないんですけど、やっぱね、ね、以前所有してたモデル3と比較すると、やっぱり全体的に電費性能は悪くなると。まあもちろんこれ当然ですよ。もう何度も言いますけど、もちろん SUV で当然なんですけど、まあちょっとね、ここが、まあ、今後ね、こう街乗りばっかやってる状況で、なんかどういう風にね、私が感じるのかというところもちょっとね、レポートはしていきたいかなと思います。見えますかね？皆さん覚えてますかね？大体ね、最初ね、発見した時ここら辺だったんですよ。それが今となったらですね、もうすでに、ここまで伸びてると。でもね、内側から触っても、特に亀裂は感じないんですよ。だから、まあこれね、ペアガラスになってると思いますから、まあ、前側が割れてると、いうことになりますね。ちなみに、これ、後ろはどうなってるんですかね。ここは、ああ、ほら、ここもね、ほら、割れてないんですよ。手前側は。だからまあ、この前側のね、ガラスの部分が割れてるということになりますね。まあ、こんなような感じでですね。まあ、とりあえずですね、この修理に、まあ、どれだけ期間がかかるのかと。まあ、そしてですね、まあ、その修理にかかった費用みたいな。まあ、ちょっとそういうものは、まあ、そういうようなね、ものもちょっとレポートをしていきたいと思います。じゃあ、そんな感じでね、ちょっとね、このモデル Y とはですね、はい、一定期間ですが、ちょっとおさらばするということになります。やっぱ早いな、ちょっとな。やっぱここはちょっと違うな、やっぱ。でしたね。あー、やっぱり、うん、全然違うわ。今、ちょっとね、動画多分垂れ流しっていう感じだと思いますけども、まあね、今皆さんもこれね見ていただいて分かる通りですね、まあ今回のねこのモデル Y 修理の期間の間はですね、うわすげえ事故ってる、うわーすごいですよ。今反対車線ですよ。ちょうど今私が行き通ってきたね、3、40分前通ってきた道ですけど、今大渋滞してますね。ちょうど今目の前で事故があったっぽいですね。追突事故だと思うんで、まあなのでちょっと大渋滞してるんでラッキーだったかなって感じですけども、そう、今まあ今回ですね、この修理の期間の間借りてる台車ですけども、これがですね、まあテスラモデル3なんですよ。いや、これちょっとご厚意でね、テスラ車貸していただいてるわけですが、この車はですね、まあ2022年製のモデル3ロングレンジですね。で、特に今回注目していただきたいのはそのタイヤサイズ、まあ、19インチなんですよ。で、まあ、なのでそのモデル Y はね、標準は19ですけど、僕の所有しているのは20インチというところで、今ちょうどね、これまあ行きと帰りで若干それは違いますけど、まあ同じルートを通ってるというところなので、まあそのね、簡単なこう比較みたいなのがちょうどできるわけですよ。でね、もうこれね、いやもうこれは今確信してますけど、やっぱね、この高速のほら今この継ぎ目の入力全然違う。これはねやっぱね、素人の私でも明らかに分かりますね。いや、それは
ちょうど1000キロチャレンジかな、航続距離テストかな、多分そのどっちかで、あの説明はしてたんですよ。その多分モデル Y の方がやっぱ入力入ってくるよねみたいな話をしてたと思うんですが、これね、30-40分前に乗った、まあ20-30分前にモデル Y 乗ってましたから、これはもう間違いないですね。全然違えわ、こんな違うんだみたいな。だからモデル3の特に18インチあのホイール装着してればですね、もうちょっと抑えられるわけじゃないですか。やっぱそういう意味で言うと、やっぱちょっと全然違えな、モデル3とモデル Y だと。うん、これはちょっと全然違うわ。まあだから難しいっすよね、本当は。だからモデル3よりやっぱ Y の方がもうちょっとこうファミリー SUV としてやっぱこう乗り心地であるといいなっていう。だからそのスポーティーに走るっていうような、そのキビキビ走るってよりかは、モデル Y はやっぱもうちょっとゆったりファミリー SUV でやりたいわけですよ。だからそういう意味で言うと、まあもちろんしょうがない部分はあるにしても、まあちょっとね、やっぱりこう今いろいろと言われてますよね、硬い硬いみたいなことが言われてますけど、確かにこうやって見ると硬いなっていうことがもう結構如実に、この素人の僕でもですね、まあ、分かるかなっていう感じですけど、今ねすごい雨なんですよ。これもうあれです、ちょっといつ動画アップロードするか僕はさっぱり分かんないですけど、いやアップロードしねえか、多分あれ修理終わってからアップロードすることになりますけど、やっぱね今台風が近づいてるんで、もうなんかね雨がすごいですね、とんでもないんで。まあでもね、やっぱりこういう雨の状況でも今オートパイロット起動しましたけど、いや非常にこの雨で、まあ、ワイパーをはい結構ね起動させてますけど、全くね途切れる心配がない。そしてラインセンタリングですね、もう非常にですね優秀だというところなので、あー雨すごいなこれちょっと雨やばいっすよこれで雨確かにこれすごいんだけど、いやーオートパイロット頑張ってますよ。確かにいつもと比べてこのディスプレイ上のこのラインセンタリングのですね、このラインがちょっとねグラ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 しまくってますよ。でもだし若干ねこう車の挙動もキル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 ちょっとしてますけど、でもねほとんど気にならない。これすごいっすよ今多分ね、もうね音が聞こえてるかちょっとよくわかんないですけど、今とんでもない雨ですが、いややっぱオートパイロットがまず優秀だっていうところにですね、私はまあ別にこれはねモデル3も Y も変わる。でもモデル3の場合はあれはセンサーとかレーダーとか使ってるオートパイロットなんで、モデル Y はビジョン方式ですから、まあ違うんですよね。だからちょっと行きはそんなに雨強くなかったんでわからない、それは比較できませんけど、まあ少なくともですねその現状の、まあ、レーダーセンサー駆使してですね、まあオートパイロットに関しては、まあ、非常にこのね超絶大雨ですよ、豪雨だけどオートパイロットが起動してると、まあ、ここはやっぱすごいなと思いますね。はい、ということでですね、まあなんとかね、自宅付近にですね到着することがまあできたということで、このねモデル3のロングレンジグレード19インチですね、まあこれでまあ戻ってきたということになりますが、はい、まあね距離はですね確か23キロです。そうだからもう全く一緒のルート通ってきましたので、まあ一緒ですと。時間はねちょっとねこっちの方が短いと、高速がねちょっとやっぱ流れが良かったんですよね。まあなんでその分ですけど、でこれねその電費性能がズバリ 149Wh/km と、まあ、いうことになったと。はい、でですねこのエアコンの設定もですね基本的には一緒になりますから、まあそういう観点で言うと、まあ、あんまり電費変わんなかった。確か 151?153? ちょっと忘れちゃいましたけど、だいたいそんぐらいだったので、まあ、実は電費性能で言うと、まあ、大して変わらないと。まあ、確かに一瞬ね、ちょっと雨がすげえ強い時ありましたけど、まあ、でも行きもそんな変わらないと。まあ、いう感じで行くと、
まあまあまあ、実はまあモデル Y RWD グレードとモデル3ロングレンジグレードは、まあそんなに大きな燃費の差はないのかなと。まあ一方で、あれモデル3は、まあ、さらに燃費がいいですね。あの RWD グレードがありますから、まああっちと比較すればね、まあやっぱりモデル3の方が燃費がいいよねっていう多分結論になると思いますけども、まあ燃費性能という観点は、まあまあまあ、ロングレンジと比較すると、まあそこまで大きな差ではないのかなと。特に向こうはあの20インチ入ってますからね、モデル Y は。だからそういうのを考えると、まあまあまあ、そんなにこう、大差はない燃費なのかなと。まあ、こう、当然の、まあ、こう、SUV とセダンの燃費性能の差なのかなというような、まあ、ちょっとね、すごい簡単な比較ですけど、まあ、いずれにしてもですね、やっぱり大きく違ったのは、まずは、この入力。やっぱりこの継ぎ目を走る際の入力はもう全然違う。これね、いや本当はあの素人の私でもびっくりしますよ。え、こんな違うのっていう。まあ、なのでね、やっぱこう、ファミリー SUV、である、まあ、モデル Y こそね、やっぱり、こんぐらいの、せめてこんぐらいの、まあ、乗り心地っていうのがね、なんか欲しいなっていう風に、こう、乗り比べちゃうと思っちゃうということになります。まあ、あとはですね、もうなんといっても、加速性能がもう、あの、最初ね、ちょっとあの、動画で、あの、貼っつけてると思いますけども、もう全然違うので、やっぱりね、でもここは、やっぱりね、もうちょっと私の体がですね、もう、0-104 秒じゃないとですね、ちょっともう、あの、ストレスが溜まるような、あの、体になっちゃってますので、ちょっとここはね、ちょっとあの、モデル Y RWD を乗りながらですね、ちょっとあの、リハビリをしていくということになりますが、まあ、いずれにしてもですね、これ最後モデル Y 修理終わってまた取りに行きますから、まあ、その時にね、果たして、まあ、いくらね、まあ、修理にお金がかかったのかと。まあ、あとはその修理期間とかね、まあ、そういうところもですね、ちょっとレポート、はい、あの、続けていきたいと思います。はい。フロントガラスね。はい。綺麗になりましたね。ちゃんとね、フロントガラスは交換してもらったと。はい。いうことになります。はい。まあ、というような感じでですね。なんとかですね。修理を終えてですね。まあ、ようやくね、まあ、モデル Y が戻ってきたと。まあ、いうことになりますけれども。はい。まあ、そういうような感じでですね。果たしてね、まあ、今回のこの修理にね、まあ、いくらかかったのか、まあね、その期間はどれぐらいだったのかというところですね。まあ、まず見ていくということになりますが、まずね、この修理期間という話ですが、厳密にね、期間を言うとですね、これ月曜日に連絡をしていますから、実際ですね、9月のまあ、12日にですね、まあ、あの、事故を起こしましたよと、あ、事故というか、この飛び石の被害に遭いましたよというですね、まあ、あの、保険会社、あとはね、あの、修理ですね、あの、に連絡をしてですね、で、その後ですね、実際にこの車をですね、まあ、預けたのがですね、その修理会社の人に預けたのが、まあ、18日ということになりますから、で、現在ですね、まあ、23日ということなので、まあ、なので、事故の連絡からですね、これ修理完了するまでですね、もう2週間も経ってないんですよ。だからこれ結構爆速ですよね。まあ、爆速でですね、もう修理を完了させることができたと。で、実際に、その、修理工場に預けてからですね、まあ、これだって、1、2、3、4、5日目にしてもう帰ってきてますから、まあ、そういう感じで言うとですね、おそらく、国内、メーカーの車のですね、この飛び石の修理みたいなものと、まあ、大して変わらないんじゃないか。むしろ、まあ、時間がかかるケース。だから、モデル Y はすごい早かったと。で、これには理由があってですね、実はですね、これ、まあ、おそらくですけど、多分日本で初めてなんですよ。モデル Y 関係で大きな修理を行った、まあ、大きな修理ではないですけどね。やっぱり修理を行った、まあ、入庫したっていうのがですね、まあ、多分おそらく初めてだということで、やっぱりモデル Y を最初に、中国工場からがっつりですね、まあ、こう、輸入するにあたってですね、結構、その、もろもろ関係の部品をですね、まあ、こう、テスラの本体がですね、ある程度、中国から取り寄せていたということでですね、まあ、その在庫が、最初の在庫分があったと。だから、今回交換したこのフロントガラスに関してもですね、まあ、それがあったと、まあ、いうことになりますので、まあ、僕の場合、ラッキーだと。まあ一方でですね、これは、まあいろんなですね、修理の方の話をですね、まあ聞いているとですね、やっぱり、修理の部品ですよね。今回で言えばフロントガラスがやっぱりないとですね、結局中国工場に発注をかけるという話になりますので、まあ、想定、まあ、
あの想像通りのですね、まあ、結構な期間がかかると。一方で、実はですね、これも最新情報で結構アップデートされていてですね、もともとは、その、アメリカ製のですね、車両は、やっぱりこれアメリカ本国からですね、輸入をかけているというところで、やっぱり2、3ヶ月っていう期間がかかっていたそうです。一方で、中国工場になってからですね、そのいろんな部品ですね、結構その納期が改善されて、大体ですね、これはまあ2、3週間もあれば、部品発注かければ届くということなんですよね。で、そこから、まあ修理の期間も含めてですね、まあ最短でやれば大体1ヶ月かかるかかからないかぐらいで、まあそういうような、その部品を取り寄せた修理みたいなものはですね、まあ大体結構終わっちゃうケースがあると。まあ、が多いということになりますので、まあ実は、その修理に時間がかかってね、テスラ社は修理に時間がかかるので、なんかそっちが不安だという方もですね、実は最近は結構改善されていて、まあ場合によってはですね、別にもうこれは輸入車、そのテスラ以外の輸入車とですね、まあ結構遜色のないような、まあこう、リードタイムを達成できているというような、まあ肌感覚な、まあイメージだということになります。で、まあですね、今回のこの、まあ修理と、にどれぐらいお金かかってんのかって話ですが、まあ結論から言ってですね、まあ22万円プラスでかかっているということですね。まあいろんなね、内訳がありますけども、まあいずれにしてもですね、まあ22万円ぐらいかかってますよということですね。で、今回の飛び石に関してはですね、これはどんどん多分保険会社も一緒ですけども、飛来物による、まあ、この損傷っていうことになりますので、基本的にはこれ、1等級ダウンということになります。まあ、なので、僕の話ですけども、僕のね、加入している保険で見積もりを取るとですね、大体、保険を使って、要するにその保険を使えばですね、その後払うお金が増えていくわけですけども、それがですね、トータルで、大体ですね、11万円ぐらい増えるそうです。まあ、なので、つまりですね、これ保険を使うと、まあ、トータルで11万円損するわけですね、僕が。一方で、まあ、このですね、この修理を普通に、まあ、修理工場の方に頼むとですね、まあ、22万円かかると。まあ、ということなので、まあ、今回はね、保険を使ってちゃんと修理をね、まあ、させていただいたということになりますが、はい、まあ、そういうような感じでですね、まあ、今回は、このね、部品が日本国内にあったというところがですね、まあ、功を奏して、まあ、2週間も経たずにですね、まあ、もう、綺麗、さっぱりね、すべて交換することができた。もう本当新品状態に戻ったということになりますが、まあ、場合によってはですね、日本国内に、まあ、部品がないということになればですね、中国工場に発注をかけて、そこから修理を行うと。ただ、皆さんがですね、想像しているような、まあ、2、3年前ではね、数ヶ月かかっていたような、まあ、その修理もですね、まあ、今となってはですね、まあ、1ヶ月もあればですね、大体まあ、大方ですね、まあ、修理はある程度完了できるような状況にあると。だからこのサプライチェーンがですね、やっぱり結構改善してきているよと。だからアフターサービスもですね、結構改善してきているよというところがですね、これでまあお分かりになるということですので、まあ、そう考えると、まあね、これ皆さんがこう思ってるようなですね、もうなんかちょっと事故ったりしちゃったら、もう何ヶ月も車乗れないし、すごい困るよとかっていうような言説、今広まってますよね。別に僕はテスラを擁護するつもりは一切ないですけど、まあそういうようなことからですね、かなり改善されてるというところがですね、まあお分かりになったと思いますし、もうだって日本にね、部品があればですね、もはや、だって日本メーカーの、なんかあれとほとんど変わんない？修理のこのタイムラインとですね、そんなに遜色ないんじゃないのと。で、僕全くですね、もう今回のあれはもう全部ね、やってもらいましたし、もう本当にね、全くストレスなくですね、こう修理を完了させることができたと、まあ、いうことになりますから、テスラでもね、別にテスラを購入して、アフターサービスにね、不満がある中を妥協して乗ってるわけではないと。だからこれをね、ぜひね、皆さんに伝えたい。だから、ね、テスラモデル Y を買いたいけども、やっぱり、ちょっと国産メーカーの方が安心だよね、みたいなこともですね、別にですね、今回のようなですね、まあそういう、まあ飛び石だったり、まああとはわかんないですけど、じゃあどっか擦っちゃって、じゃあフロントのバンパー、リアバンパー交換するとか、そういうようなレベルはですね、特に全く問題なくですね、こう、
まあ、国産車水準とまだ言いませんけども、全然僕なんかね、ストレスなくですね、こう、今ですね、また、綺麗さっぱり綺麗にしてもらったということになりますから、まあ、いずれにしてもですね、こういうようにして、まあ、テスラの車の質が高いとかっていう話だけじゃなくて、じゃあ、アフターサービスとか、事故に遭っちゃった場合どうなのかっていうですね、まあ、これは本当、生の情報っていうことになりますけども、まあ、見ていただいた通りですね、特に別になんかこう、大きな不満を覚えるようなですね、ものは全くないですし、むしろ、なんか、下手にですね、なんかディーラーとか行っちゃえばですね、なんかめんどくさい、なんか商品とかですね、なんか押し付けられることとか、ありますよね、皆さん。だからそういうストレスから一切解放されるっていうところを含めればですね、特になんかむしろ、アフターサービス的にはですね、まあ、事故に遭っちゃいましたけど、まあ、僕なんかはですね、結構こう、ストレスフリーでね、こう、ね、修理を行うことができたかなと。非常にこれ好印象。今のところはですね、モデル Y には特に不満を覚えてないと、まあ、いうことになります。まあ、こういうようにしてですね、まあ、このね、モデル Y の購入を検討しているけども、やっぱりね、修理とかアフターサービス、そこで非常に不安があるっていう方も、だからね、こう、じゃあ、アリアとか、アイオニック5とかね、まあ、アイオニック5もそうです。かもしれないですけど、まあですね、こう国産メーカーの、まあ、電気自動車だったり、まあね、内燃機関車をやっぱり選んだ方がいいのかなって思う方も多いかもしれないけども、現実的にはですね、こういうようにして、非常にね、快適なですね、修理体験を、まあ、迎えることができたと。だこれはね、まあ、一つこう参考にしていただいて、ご自身のですね、まあ、モデル Y 購入するのか、何なのかっていうところをですね、ちょっと検討してみるっていうところがね、いいのかもしれないと。まあ、そんなような感じですね、モデル Y 購入、いってらっしゃい。